蛇の目というのは本当に恐ろしい存在なんだな。スルド・ガナベルトの手先として実質この国を支配している奴らだからね。目をつけられたら最後。猫耳いいな。そしてジルファはシスロデンか。途中で追いつけるといいが。すいません、ちょっと途中からで。私はもともとみんなをシスロデンに連れて行くつもりだったわけだけど、一つ忠告。忠告？シスロデンへはこの先にある森を通るんだけど、すごく危険な場所なの。うん。ズーグルか。うん。狼のね、ひときわ大きいのが群れを率いてる。私も雪道に襲われて、それで仲間とはぐれたんだ。わかった。気をつけよう。行きましょう。危険な森に挑むんだ。準備はしっかり整えておこう。リンウェル、怪我をしたらシオンに言うんだぞ。他人ばかり見てられないわよ。困ったね。もう食事してるんで、そのまま仲間と過ごす。絆？絆が含まるといいことがあるかもしれません。シオン、少しいいか。休もうとしてたのに、何か用？いや、用というほどのことじゃないんだが。ならもう横にならせてもらうけど。メガネいいっすね。少し話すくらいのことがそんなに面倒か。逆に聞くけど、あなたはなんでそうすべきだと思うの？なんでって。普段から話してないと、いざって時に困るかもしれないし。いざって時って？急に具合が悪くなった時とか。治癒術を使えば済むじゃない。シオンはそれでよくても、頼みたい奴は言い出しにくいかもしれないだろう。必要ならそう言えばいいだけだわ。私が意地悪して断るとでも思ってるの？そういうことではないんやけどね。そういうことを言ってるんじゃない。じゃあ何なの？気持ち的な問題。回りくどい言い方はやめて。俺が言いたいのは、つまり。難しいね、ちょっとね。一緒に行動するなら、いがみ合ったままより、うん、そうでない方がいいに決まってるってことなんだ。よく、わからないわ、うん。でも、あなたがそういうことを気にしているというのはわかった。あなたに余計な負荷をかけたいと思っているわけでもないし。だから、できる範囲で、もう少し話す機会を設ける。これでいい？ああ、十分だ。なら今日はもう休ませてもらうから、おやすみなさい。少しは分かってもらえたのか。まあちょっとずつちょっとずつやね。そろそろ休みましょう。シオンと絆が深まった気がした。それで？いつまでこうしてるつもりなの？ずいぶん悠長に構えてるように見えるけど。別に悠長になんて構えていない。そう？ならいいけど。またすべきことを忘れたのかと心配になったわ。言われなくても分かってる。アルフェン、こっちは準備できてるよ。ああ、分かった。寝る前も話し込んでたよね。あの光目と何話してるの？特別なことは何も。ただ話せば少しは打ち解けられるかと思って。なんで？レナだよ。協力し合ってるのは知ってるけど、仲良くする必要なんてないじゃない。この先も当分一緒に行動するんだ。ずっといがみ合ったままじゃまずいだろ。それにどっちかが命令するだけじゃ、俺たちがされてきたのと同じだ。できることならお互いのことをちゃんと分かった上で、うん、対等に協力したい。だからって大体向こうもそんな気はなさそうだけど。ジルファがいなくなった途端、うん、このざまか。こんなギスギスしてたんじゃ
勝てるものも勝てないけど、どうすればいいんだ。とにかく絆上げてこう。ちょっとずつちょっとずつ。あ、スキルパネル。壁を壊せ。なんやで。アルフェン。壁を壊せゲット。ん？もう取れる分は取っておこう。先を急ぐわよ。あ、レタス売ってるじゃん。ここに売ってんだ。アップルグミか。まあ、11あれば大丈夫でしょ。換金アイテムは取りまうっといて。まだ作れませんね。どっちが強いんやろ、これ。こっちか。まあ、取りま先進もう。ここが例の狼がいるという森か。ジルファたちの気配はなさそうだな。うまくやり過ごして森を抜けたか、それともすでに襲われたか、どちらかね。嫌なことを言う。事実を言っただけよ。急ぐんでしょ。大丈夫だよ、フレル。ん？まだちょっとわかんないな、この子。視界が悪いと進むのも一苦労ね。つかめないわ。うっかり道端にあるものとか見逃さないようにしないとな。まだいい方だよ。ひどい時は道に迷ってもそれに気づかないほどなんだから。寒いわね。凍えそうだわ。早いところ上がろう。凍えそうなのに泳いでいるっていう、もう飛んだ試練やな。フォークボルトゲット。毒体石と鉄のかけら。片付いたのね。行きましょう。ああ、問題ない。こっちが正規ルートね。うわぁ、なんかおるっつうか。え、こいつらは戦ったことある？でもやっつけられそう。燃えろ。この素材、武器に使えそうね。こいつらは無視でいっか。戦ったことあるし。余裕の勝利だね。ジルファを追わなきゃいけないってのに迷いそうだ。村と主婦を結ぶ街道なのに、なんでこんな入り組んでるんだ。新しいのゲット。なぜズーゼルがうろついているんだ。見張りとして置かれてるんだと思うな。レナはズーゼルを制御できるから。文句を言っても始まらないわ。早く抜けてしまいましょう。ん、ここの下も行ける。うわぁ、相手にならないのね。相手にしなきゃいいのに。向かってくるものはしょうがないでしょ。待ってよ。どっちが正規だ。サーモン、他にはないかな。あ、奥なんかあるぞ。
あれもサーモンか。あ、新しいやつっぽいな。ピーチグミ。こんなところに。ちょっと見たい。あれ？なんで？泳いでる状態は開けないの？あ、開けるよね。ビビった。あ、回復量がアップって感じか。面倒そうな相手ね。相手には困らないな。回転がいなくなったら困る。そうだね。倒れろ。炎よ、真っ黒さまじろ。危ない。水の力で君は誰の相手。傷を治すわ。さあ、見せるよ。決まるぞ。あげろ。宿って決めるぞ。水の力で手出したら落とせるわ。君は誰が相手？決めて！行け！これで終わりだ！強くなったかも。レベルアップ。ああ、頼りにさせてもらうぞ。頑張るね。オニキスワンピース。オニキスワンピース。あ、強い。上がるね。オニキスワンピース。凍えそうだわ。やっぱ探索楽しい。うわ、でっけえ。うわすげえ。何かに使えそうだな。派手やな、演出が。ちょっと待って、びっくりマークのところ行きたいな。この上よな。あ、こんなんもあったな。治療したするやつ。ありがとう、しよう。できることをしただけ。ミルクゲット。やば、楽しい。そうかもね。めっちゃ楽しい。カモミール。貫通力だったら誰がいいんだろうな。まあ、アルフェン使うし。サフラン防御力。こういうのって誰に使えばいいんだろうね。最大 HP。
こういう消費アイテムっていうのはね、どれがいいんだろうっていう、誰に使ったらいいのかな。まあ基本自分がめっちゃ使うキャラにこう使うのがいいかもしれないですけど、レッチェス、チェ、どうした？最高の褒め言葉だ。我々は狂っている。これ何が変わんないな。別に作れない。パナシアボトル、卵、あー卵5つ買っとこう。一応念のため、よし。いや、なんかボスっぽい感じするわ。やばい。うわ。巨大な狼。じゃ。これ今のレベルで戦って大丈夫なんか。大丈夫かこれ。戦っても、そうさせてもらうぞ。大きくていい的よ。あいつの速さを甘く見ないで。ラクセン来るなら来い。危ない、決めて。アンサイド、手配、やめよ。相手を寄せつけないで。近づかれたくないか。動員、ラクセン、ニューページ、まずい。投げ払う。戻れない時間。マギを超えたんだ。使えるものは使うべき。炎よ、巻き込め。捕まえよ、割れそう。ん？弱点部位。はいはいはい。マグナミ。いだ。自由の必要。渡さない。ここまで。危ない危ない危ない。何効くんだろうこいつ。水が弱点ってこと。ちょっと待ってよ。あ、水のはないんか。巻き込め。行くわよ。アッサイド。
ここで決めてやる。巻き込め、宿りて、入って入って、倒れろ、危ない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 、そう、動き変わった。仲間を呼んだってことか。あ、やばい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 、一応回復しとこう。待って、これでいける。よし、ちょっとシオン新しいのつける。あ、でもな、これ使い込めば使い込むほどいいのか。ファーストエイド、リカバー、ジュミナイアクアにしてこう。エボリューションバース、マジ？同じで残念だ。危ねえ。薬が水のたけり、うっ、死の力だし呼び戻す、綾瀬の舞、行くわよ、死の力だし呼び戻す、フェリスベント、タッ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 、もうちょいやな。ちょっとは認めたか。別に認めてないわけよ。一応回復。これでいける。あー、まあ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 、やばい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 、よっしょ。水のできるわ。水の力で。いた。もうちょい。水の力で。ほらほら。水の力。うわあ、危ねえ。まだやれる。いや、凍ってるのちょっとやばいな。この元に。今だよ。大丈夫かしら。絶
よし、行ったか。いや強かったな。危なかった。何でもない。いやー危なかったマジで。これ先進んでも大丈夫かな。ふう、やばい。したっていうの。血の匂いがする。結婚か。ツーグル。回復すればよかったか。どういうこと。待って。同士打ちには見えない。一体何が。オープニングで見たやつか。これを全部一人でやりよるな。かなりの強者やね。怖っ。ド派手にどっか行ったな。かっこよすぎな。何者だったのかしら。ひょっとしてあれがこの国のスルド、ガナベルトなのか。スルドが一人で外をうろつくとも思えないけど、それにレナ人がズグルを殺す理由がないわ。何にせよ顔を合わせなくて正解だったみたいだ。見ろよ、全て人たち、ただ者じゃない。大丈夫か。うん、今はジルファを追おう。せやな。それにしても恐ろしいやつだったな。あれがスルドでないなら何なんだ。ちょっと回復しとった方がいいかな。ちょっと一回怖いから回復しとこう。見たこと。いや強かった。何者にせよ味方じゃないことだけは確かだな。また現れたりしないといいけど。いやフラグなんよ。ちょっとアップルグミ買っとこ。高いな。野宿は嫌なの。結構使ったね。手が思うように動かない。寒さに暗さ、こんな土地でよく人間が暮らしていけるものね。ああこう何もかも雪に覆われてちゃ苦労も多そうだ。よく見えない上に歩くのだって一苦労だし。カラグリアだって変だよ。岩だらけで埃っぽいし、そこら中燃えてるし。真逆よね。燃えてるのが変か。考えたこともなかったな。厄介者くらいにしか思ってなかった。この国では火は命をつなぐ大切なものだよ。薪になる木もそう。ひょっとして太陽も珍しかったのか。珍しいどころかカラグリアに行くまで言い伝えでしか知らなかったよ。あんなに暑くて容赦ない明るさだなんて思わなかった。でも他の国じゃあれが当たり前なんだね。ところ変われば何が当たり前かも変わるってことか。なんだか不思議な話だな。もうやばいよ、パーティーステータス。
ああ、まだあるね。無傷。ねえ、あなた。痛みを感じないっていうのは本当なの？そんな嘘ついてどうする？気になるのか？いいえ。ただ、その、どういうものかと思って。奴隷としては、いいことと悪いことがあるな。いいのはレナ兵に小疲れてもちっとも答えないことだ。悪いのはそれで怪我をしても自分じゃ気づかないから、下手するとそのまま死んじまいかねないってことだ。死？そりゃそうさ。感じないだけで、別に不死身でも何でもないんだ。怖いよね。そんなことすら言われるまで気づかなかった。俺が今生きているのは、全部奴隷仲間のおかげさ。ズーグル、至る所ズーグルだらけでうんざりするわね。元はといえばあんたたちが連れてきたんじゃないか。わざわざレナから。ただのレナの生き物ではないわ。みんな目的に応じて何かしら調整された存在だから。それにダナの生き物を元に作られたズーグルだっているそうよ。ダナの人間だけでなく他の生き物にまで手を出しているのか。怒るのは勝手だけど、私たちには目的があったはずよ。協力するの？しないの？するさ。すればいいんだろう。怒ってんな。はい。ダナとレナ。なんで私がこんなこと。もう少し愛想よくできないのか。その必要があるとは思わないけど。少なくとも当分一緒に行動するんだ。わざわざ空気を悪くしなくたっていいじゃないか。いいこと。忘れているなら思い出させてあげるけど、私たちが行動を共にしているのは純粋に利害の一致のためよ。それでなければ私だってダナの奴隷となんて。俺は奴隷じゃない。俺は戦うことを選んだ。奴隷であることをやめたんだ。いいか。まあ、確かに。俺は奴隷じゃない。間違ってない。わかったか。怒鳴ったりしてすまない。うん。だが、二度と言わないでくれ。いいか。わかったわ。あれ、絆イベントって、どう見るんだろう。まあいいや。料理何作ろう。防御力アップがいいかね。シオンで。できたわ。食べなさい。さっきの目よかったな。シオン、少しいいか。話せるね。ん？いい顔。そろそろ休みましょう。あれ？お、無限の胃袋を手に入れた。空中ダメージアップ、これもつけておきます。レナ人と神職を共にするとか。シオンに助けられることもあった。うん、心配はいらない。でも私たちを痛めつけてきた。シオンがそんなことをしたか。分かった。シオンは何もしてらへん。リンウェル、リンウェル、ちょっと話そう。あ、別に会話意味はないのか。おやすみ。なるほど。絆イベントあるかなと思ったけど。今日もよろしくね。
ん？ああ、そういうことか。スルドの時もあったな。あれがシスロデンだよ。あの光は何なんだ？街を照らしているわけじゃなさそうだな。あれがこの国のすべて。行ってみればわかるよ。どうしたんだ？ビエゾを倒した矢先に現れたリン。あ、ビエゾか、すいません。たまたま村で敵の一員として居合わせたジルファの息子。スルトじゃねえわ。村から逃げた私たちを追ってこなかった蛇の目。これは本当に偶然なの？罠だって言うのか？そんな、私は精霊術のことがなければ疑うところだけど、それは考えにくいわね。自覚のない駒かもしれないけど。狙いは何だ？ジルファを捕まえるためか？わからない。ただあまりにできすぎているというだけ。考えても仕方ないわ。どの道私たちはスルドの元に行くのだし。どうやって入るの？え？まさか蛇の巣に正門から堂々と入るわけじゃないんでしょ？町のそばの泉、その近くに抜け穴がある、うん、そこから入れるよ。野宿は嫌なの？